先に言っておくと、これからする話はあんまり気持ちのいい話じゃない。ヒーローも出てこないし、ラブロマンスもない。友情物語でもまして感動的な話なんかでもない。本当にくだらない話だ。だからせめて笑い飛ばしてほしい。そんな話はありえないって否定してほしい。あなたは選ばれました。あの日神様になった俺の最低で最悪でどこまでも救えない胸くその悪い奇跡の話。なんだよ神様って。